ゆかチャンネル。みなさんこんにちは、ゆかチャンネルのゆかとすみちゃんです。はい、今日は先日ベイビーフェアに行ってきましたけど、はい、その時に買ってきたものっていうのをご紹介しようと思います。はいでもし足りないものあったらちょっとコメントで教えてほしいかも逆に多いって言うかな、あれなんで買ったのとか。そうそう、そういうのもあるかもしれないけど、まあ、うん、新米パパママなので多めに見てください。ゲップゲッパジュセヨ。はい、それでは1個目。はい、一応子供が生まれて結構一番ぐらい大事なのがソンスゴン。ソンスゴンってなんだろう日本語で。ハンカチ。ハンカチ、やっぱり赤ちゃんのだと質とか気にしなきゃいけないから。そうそうそう、これがなんだっけ、何でできてるんだっけ忘れちゃった。多分竹でできてると思うんだけど、だからあの水の吸収力が高いのと、あとやっぱり肌に優しいの、うんうんうん、とっていうので、最低このソンスゴは新生児が生まれて必要な数っていうのがもう30枚以上とか言ってたから、うんうん、一応まあ30枚買う、まあ、買うつもりでね行ったんだけど、この20枚はおまけしてくれました。はい、はい、それで次はこのハンカチの同じ素材でできてるバスタオルみたいなことで、そう、大きいやつ、なんかサイズだけが違う感じ。これは体全体をお風呂入った後に拭けるものになってます。結構大きいのね。私も使ってみたいなとか思って。なんでお前が使うの買いました。はい、はい、それでは3つ目。すごい探す。そう、すごいのこれね。これはもうなんか触った瞬間はこれ買おうと思って、うんうんうん、赤ちゃんを部屋に移動するときにこのちょっと太めのタオルでくるくる巻きにして移動させるといいよっていうことだったので2つ買いました。あとは新生児にやっぱり絶対必要なのがベネチョゴリっていう、日本語だとちょっとなんていうかわかんないんだけど、でこれは生まれてから本当にチョリオンにいる間、産後センターにいる間もずっと使うし、生まれてから1ヶ月はこのお洋服だけを着せるらしいので、一応あの最低3枚はあった方がいいよということだったので3枚購入しました。ここ目、うん、多分お母さんの皆さん持ってると思うんだけど、この防水のさパッド、アンスペッド。でもこれもね、またあのこのあの社長さんがうまく、口がうまくて汚れが取りやすいっていうのも利点かなと思って。そうですね、これほんとすごかったの。みんなになんかあのおじさん連れてきて話してあげたいぐらいなのでこれを一応買いました。まあデザインはね、かわいいじゃん、かわいいかな、まあいいかな、使いやすい方がいいかなと思ってこれを購入しました。6個目。これはおっぱいあげるときに、うんうん、ここにねこう紐がついてるんだけど、こういう風にして赤ちゃんの頭がこうグラングラン動かないように固定しておっぱいを飲ませる、うんうん、でやっぱ腕だけでやるとお母さんの腕がめっちゃ疲れるらしいから、うん、こういうクッションでちょっと負担を防いであげるみたいな感じで、そうだからこれを使ってちょっと負担を抑えつつ母乳を上げていこうかなと思います。はい7個目。デイリーで使う枕っていうのを、チョプサレルベゲっていうのが、あの赤ちゃんはさ結構熱があるから、それをこう鎮静してくれる、うん、うん、効果があるから結構これが昔から有名で、でもチョプサレルベゲは洗えないから、なんかそういう細菌とかが増えちゃうって言われてて管理が大変って言われてたんだけど、でもこれは洗えるから管理もしやすいっていうので。9個目。9個目、ウジュボって言うんだけど、かわいいねこれ。そうで、しかもさこれさ、あのさっきの太いタオルと一緒のあの生地なのね、だからめちゃめちゃ触り心地が良くて 肌触りがすごくいいものなので、外出する際に着せるみたいです。10個目はこれです。こっちが足でこっちが手のカバーなのかな、うんうん、どっちも負けてくれました。そうだよ、なので手はなんか自分の顔とかをねこうかい引っかいちゃうんだって、うんうんうん、そうすると傷ついちゃうから、そういうのを、あ、そうなんだ、うんうん、そういうこういうカバーをつけるんですけど、はい、っていう感じで、まあ、これはおまけでもらったので必要に応じて使ってみようと思います。はい、11個目。布団の即下げみたいなやつなんだけど、これがすごいいいの、私好きです。あー、きついね。でしかもこれすごい使いやすいなって思ったのが、ここに赤ちゃんを入れるんですけど、ここにチャックがついているので、カチッて閉めるともう本当にこれだけで即下げになるから、うんうん、生まれてチョリオに行くときこれ使わなきゃ。あ、そうだね、まあ、とりあえず外に行くときとか移動のときに便利だなって思ったので買いました。イプソンっていうお店で買ったのはこれ、まあ大体そうだから1万7000円ぐらいだったかな全部で。そうそう、すごいもうお得だったかなと思います。百貨店とかにも入ってるブランドみたいなので、病院とかね。そうで、その他のお店でね買ったのがちょっとあるので
まずそれも紹介していきます。はい、じゃん。これは産んだりとかすると関節がすごい弱くなるから、手首とかはサポーター買ってた方がいいよっていうことだったので、一応安いから買いました。一つずつね、こちらお母さん2人だから。感じで、まあ、いろんな色あったけどピンクでいいかなと思って買いました。はい、あとはこれね、赤ちゃんのネイルトリマー、と安いのももちろんあったんだけど、そうだね、なんかハサミとかさ、こうキュッキュッて切るのだと怖いかなと思って、自信なくて使いやすいかなと思って買いました。そうです、ゆから使うと思います。はい、はい、あとは最後ラスト、じゃん。これは有名ですね、スワドルアップ、この絵みたいに赤ちゃんがさ、こう寝てる時に動いたりしちゃうのを防いでくれる、これね、本当に説明さ、ほんと新米パパママだから、もう昨日だって初めて分かったことばっかりだから、私たちもほんと頭の中が整理できてなくて言葉のチョイスがおかしいんですけど、とりあえずこれもあの竹の成分でできてるものを一応買いました。バンブーのものをね。私も話多い方ですけど、ここは話少なくなりますね。この子も分かんないから。分かんない分かんない、だってどうしよう、何ですかそれっていうのいっぱいあったもん。なので温かく見ていただけると、温かくお願いします、はい、うん、で、まあ、一応この昨日のベイビーフェアで買ったのはこんな感じになります、はい、カーシートとアゲッティ、あ、アゲッティはまあ、テア5本入ったからそれで送ってくれるっていうことだったので今待ってるのと、はい、あとベビーカーはちょっと悩んでるんです。皆さんもしおすすめあったら教えてほしいなって思うんですけど、ブガブーとかで迷ってるんですけど、どうでしょう、皆さんのおすすめが聞きたいな。誰かあの中古で譲ってください。誰か。はい、ということで生まれるまで、そうあと50日ぐらいなので、ちょっとずつこういう風に準備を進めてるところです。はい、うん、でまあもうちょっとこう買い足さなきゃいけないものあるかもしれないけど、そんな感じの、うん、ベビーフェアの購入品紹介でした。はい、それでは今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。はい、インスタと TikTok とチャンネル登録もお願いします。はい、次の動画で会いましょう。バイバイ。アニョン。